笑い、寺田寅彦。子どもの自分から病弱であった私は、物心がついてから以来、ほとんど医者にかかり通しにかかっていたような漠然とした記憶がある。幸いに命を取り留めてきた今日でもやはり、絶えず何かしら病気を持っていない時はないように思われる。簡単なラテン語の名前のつくような病気にはかかっていない時でも、なんとなしに自分の体を厄介な荷物に感じない日は稀である。ただ習慣のおかげで、それのはっきりした自覚を引きずり歩かないというだけである。それで自分は、ちょうど色盲の人に赤緑の色の観念が欠けているように、健康な体に普通な安易な心持ちを資料することができないのではないかと思うこともある。もっとも健康な人は、そういういい心持ちが状態であってみれば、病後ででもない限り、やはりそれを安易とも幸福とも自覚しないだろう。すると結局、日常生活の仕事の上には、自分のようなものも健全な人も、体の自覚から受ける影響は大したものではないかもしれないが、しかしこれほど根本的な肉体的の差別がどこかに発露しないはずはない。それで、これから告白しようとする私の奇妙な経験が、どこまでノルマルな健康を保有している幸福な人たちに共通で、どこからが私のようなものに限っての病的な現象に連関しているかは、遺憾ながら私自身にもよくわからない。この一編を書くようになった動機は、むしろこの点に対する私の不可解な疑念であると言ってもいい。私は子供の自分から医者の診察を受けている場合に、きっと笑いたくなるという妙な癖がある。この癖は大きくなってもなかなか治らなくて、今でもその痕跡だけはまだ残っている。病気といっても40度も熱があったり、あるいは体のどこかに耐え難い痛みがあったりするような場合は、さすがにそんな余裕はないが、病気の自覚症状がそれほど強烈でなくて、起き上がって座って診察してもらうくらいの時に、この不思議な現象が起こるのである。まず医者が脈を押さえて時計を読んでいる自分から、そろそろこの笑いの前兆のような妙な心持ちが体のどこかから起こってくる。それは決して普通のおかしいというような感じではない。自分の差し伸べている手をそのままの位置に保とうという意識に随伴して、一種の緊張した感じが起こると同時に、これに比例して体のどこかに妙なくすぐったいような頼りないような感覚が起こって、それがだんだん体中を方向し始めるのである。いわばかろうじて平行を保っている不安定なメカニズムのどこかに、少しの余計な重量でもかかると、そのためにメカニズム全体の釣り合いが取れなくなって、あっちこっちがぐらついてくるようなものかもしれない。実際体が妙にぐらぐらしたり、それを抑えようとすると、肝心の手の方がガクリと動いたりするのである。ウィークナーブと言ってしまえばそれまでのことかもしれないが、問題はこれが笑いの前奏として起こる点にある。舌を出したり喉仏を引っ込めて、あーという気の利かない声を出したり、まぶたをひっくり返されたりするような何でもないことが、ちょうど平行を失って緩んでいる際どい隙間へ出くわすためだかどうかよくはわからないが、場合によってはこんなことでも、とにかくすでに笑いの方に向かって倒れかかっている気分に軽いインパルスを与えるような効果はあるらしい。いよいよ胸をくつろげて打診から聴診と進んでくるに従って体中を駆け巡っていた力ない頼りないくすぐったいような感じが一層強く鮮明になってくる。そうして深呼吸をしようとして胸いっぱいに空気を吸い込んだ時に最高潮に達して、それが息を吹き出すとともに一時に爆発する。するとそれがちゃんと立派な笑いになって現れるのである。何もそこに笑うべき正当の対象のないのに笑うというのが不合理なことであり、医者に対して失礼はもちろん甚だ恥ずべきことだということは子供の私にもよくわかっていた。そばに座っている両親の手前も気の毒千番であった。それでなるべく我慢しようと思って唇を強く噛んだり、こっそり膝をつねったりするが、目から涙は出ても
この理由なき笑いはなかなかそれぐらいのことでは止まらなかった。そのような努力の結果はかえって防ごうとする感じを強めるような効果があった。ところが医者の方は案外いつも平気で一緒に笑ってくれたりする。そうするともう手放しで笑ってもいいという安心を感じると同時に笑いたい感覚はスーッと一時に消滅してしまうのである。胸部の皮膚に触られるのが直接にくすぐったい感覚を起こさせるので、それが原因かと思われないこともないが、実はそうではなくて、それよりはむしろ息を吸い込もうとする努力と密接な関係のあることが自分でよくわかる。腹部を揉んだりするときには実際かえってそう笑いたくならなかった。かかりつけの医者に診てもらう場合にはそれほど困らなかったが、初めての医者などだともう診てもらう前からこれが苦になっていた。気にすればするほどかえって結果は悪かった。そばに母でもいて、この癖をなるべく早く説明してもらうより他はなかった。それを説明してもらいさえすればもう決して笑わなくてもいいことになるのであった。男というものはそうむやみに何でもないことを笑うものではない、というようなことを常に父から教えられ、自分でもそう思っていた。言わんや何ら笑うべき正当の理由のないのに笑うということは許すべからざる不倫なこととしか思われなかった。それである時、誰か竹のおばさんが、それはどこかお腹に弱いところのあるせいでしょう、と言ってくれた時には、何かなしに一種のありがたい福音を聞くような気がした。なんだか自分の意志によって制すべくして制しきれない心の罪が、どうにもならない肉体の罪に着せられたように思われた。いわゆる笑うべきことがない時に笑い出すのは、医者に診てもらう場合に限らなかった。一番困るのは親類などへ行って改まった挨拶をしなければならない時であった。ことに先方に不幸でもあった場合に、向こうで述べるべき悔やみの言葉をうちから教わって暗記していって、それをその通りに言おうとする時に、突然例の不思議な笑いが飛び出してくるのである。その時の苦しさは今でも忘れることができない。なかなかおかしいどころではなかった。しかしそういう場合に、私に応接した多くのおばさんたちは、子供の私がわけもなく笑い出しても、そんなことはてんで問題にもならないようであった。かえって向こうでもニコニコして、大変大きくなった、などという。そんなことを言われてみると、もう少しも笑わなくともいいようになる。そうして同時に、何とも言えない情けないヒューミリエーションの念に襲われるのが常であった。こういう笑いの癖は、中学時代になってもなかなか治らなかった。そしてそれがしばしば自分を苦しめ恥ずかしめた。おごそかな震災の席に座っているとき、真面目な音楽の演奏を聴いているとき、頂上の訓諭を弔問するときなど、すべて改まって真面目な心持ちになって体をちゃんと緊張しようとするときに、きっとこれに襲われ悩まされたのである。床屋で顔にカミソリを当てられるときも、これと似た場合で、この場合には危険の感じが笑いを誘発した。年を取るに従って、多少自分の内部の心理現象を内察することを覚えてからは、この特殊な笑いの分析的の解説を求めようとしたことは幾度あったかわからない。しかしそれは自分などの力にはとても合わない難しい問題であった。結局自分の神経の働き方に、どこか異常な欠陥があるのであろうという、甚だ不愉快な心細い結論に達するのが常であった。一体私にとっては、笑うべきことと笑うこととは、どうもうまく一致しなかった。例えば村の名物になっている地方の男が、往来でいろいろのおかしい芸当や身振りをするのを見ていても、少しも笑いたくならなかった。むしろ不快な、悲しいような心持ちがした。主演の席などでいろいろ滑稽な隠し芸などをやって笑いに興じているのを見ると、むしろ恐ろしいようなものすごいような気がするばかりで、とても一緒になって笑う気になれなかった。もっともこれは単に
ペシミストの傾向と言ってしまえば別に問題にはならないかもしれないが、そうかと思うと、例えば激しい愚風が荒れている最中に雨戸を少し開けて、物恐ろしい空いっぱいに樹冠の揺れ動き、枝葉のちぎれ飛ぶ光景を見ているとき、突然に笑いがこみ上げてくる。そして嵐の物音の中に流れ込む自分のエゴエを極めて自然なもののように感じるのであった。あるいは門前の川が氾濫して道路を浸しているときに、膝までも没する水の中を渡り歩いていると、水の冷たさが腿から腹に染み渡ってくる。そうして体中がゾクゾクしてくると同時に、また例の笑いが突発する。いずれの場合にも、普通いかなる意味においても決して笑うべき理由は見つからないが、それにもかかわらず笑いの現象が現れくるのをいかんともすることができなかった。もう一つの場合は、人から何か自分に不利益な誤解を受けて、それに対する弁明をしなければならないときに、その弁明が無効であることがだんだんに分かってくるとする。そういう困難な場合に、不意に例の笑いが呼び出される。これは最も具合の悪い場合であるが、それを意志の力で食い止めることは、とても他人に想像されまいと思われるほど、私には困難である。この種の不合理な笑いは、すべて自分だけに特有な病的の精神現象ではないかと思っていたが、その後だんだんに気をつけてみると、必ずしも自分だけには限らないことが分かってきた。子供の自分に不幸見舞いに行って笑い出したことや、本膳を振る舞われて食っている間に吹き出したような話をする人も2人や3人はあった。ある時、火事で焼け出されて、神社の森の中に持ち出した家財を晩している中年の婦人が、見舞いの人々と話しながら腹の底からさもおかしそうに笑いこけているのを、相手の方では驚き怪しむような表情をして見つめているのを見かけたこともある。戦争の惨劇が頂点に達した時に突然笑いに襲われるという異常な現象もどこかで読んだ。これらはむしろ凶に近い例かもしれないが、しかしともかくも、こんないろいろの事実を総合して考えると、一般に笑いという現象の機能や本質について何かしらあるヒントを得るように思う。笑いの現象を生理的に見ると、ある神経の刺激によって腹部のある筋肉が痙攣的に収縮して、肺の中の空気が周期的に断続して呼び出されるということである。息を固執する作用にそれを食い止めようとする作用が交錯して起こるようである。ところがある心理学者の説を敷衍して考えると、そういう作用が起こるので初めて笑いが成立する。笑うからおかしいので、おかしいから笑うのではないということになる。私が初めてこの説を見出した時には、他年熱心に探し回っていたものが突然手に入ったような気がして嬉しかった。笑う前にその理由を考えてから笑うということは不可能であるとしても、笑ってしまった後で少なくともその行為の解明がつかないのは申し訳のないことであると思っていた。その困難な説明がどうやらできそうな心持ちがしだした。それにはこの学者の説と、昔よそのおばさんが言ったどこかお腹に弱いところがあるせいでしょうということとを合わせて考えてみるといいようである。以上に挙げた特殊な笑いの実例を見ると、いずれも精神並びに肉体に一種の緊張を感じるべき場合である。もし十分気力が強くて、いわゆる腹がしっかりしていて、その緊張状態を一様に保持し得られる場合には何でもない。しかし体の病弱、気力の薄弱なためにその緊張の持続に耐え得ない時には、知らず知らず緊張が緩もうとする。これを引き締めようとする努力が無意識の間に断続する。例えばやっと歩き始めた子猫が足を踏みしめて立とうとするときに、全身がゆらゆら揺れ動くのもこれと似たところがある。そういう断続的の緊張弛緩の交代が生理的に笑いの現象と密接な類似を持っている。したがって笑いによく似た心持ちを誘発し、それが本当の笑いを引き出す。というようなことではないだろうか。
こう思って自分の場合に当たってみると、ある程度まではそれでうまく説明ができるように思われる。医者に見てもらって深呼吸をするときなどには最も適切に当てはまるし、その他の場合でもあまり大した無理なしに適用しそうである。この仮説が確かめられるときは、自分の神経の弱さ、腹の弱さ、臆病さの確かめられるときであるというのは、極まりなく不愉快な恥ずかしいことである。しかし同時に、その弱さの素因がいくらか科学的に突き止められて、従ってその両方の検討がつくとすれば、それはまたこの上もない心強い喜ばしいことである。実際自分のようなものでも健康の具合が良くて精力の満ちているような場合に、このような変則な笑いの出現することは稀であって、病後あるいは精神過労の後に最も顕著なことから考えても、この仮説は少なくともよほど見込みがありそうである。このような考えから出発して、一般の笑いの現象を研究してみたらどうかということは自然に起こる次の問題である。狂人やヒステリー患者の病的な笑いはどうであろう。これは第一自分の経験もないし、また観察すべき材料も手近にないからよくはわからないが、例えば女の体のある変化に随伴して起こりがちなヒステリーなどは、鬱積した活力が十分に発現されないために起こる病的現象だとすると、前の仮説の領域から全く離れたものとは思われない。しかしそれはしばらく置いて、もう少しノルマルな健全な笑いを考えてみる。そういう笑いの中で最も純粋で原始的だと言われるのは、野蛮人でも文明人でも子供でも大人でも共通に笑うような笑いでなければならない。野蛮人がいかなることを笑うかということが知りたいのであるが、これはちょっと参考すべき材料を持ち合わせない。やむを得ず子供の場合を考えてみた。子供の笑いの中で典型的だと思うのは、第一に何かしら意外な、しかしそれほど恐ろしくはない重大ではない事柄が突発して、それに対する軽い驚愕が消え去ろうとするときに起こるものである。例えば人形の首が抜け落ちたり、風船玉のようなものが思いがけなく破裂したり、棚のものが落ちてきたりしたときのがその例である。第二にこれと密接に連関しているのは、出来事に対する大きな予期が小さな実現によって裏切られた時の笑いである。びっくり箱を開けてもお化けが破損していて出なかったり、花火が出来損なってプスプスに終わったとかいうのがそれである。この二つは世帯人情に関する予備知識なしに可能なものであって、それだけ本能的原始的なものと考えられるが、この二つともにともかくも精神並びに肉体の一時的あるいは持続的の緊張が急に弛緩する際に起こるものと言っていい。そうして仔細に考えてみると、緊張に次ぐ弛緩の後にその余波のような次第に消えゆく視聴の交錯が伴うように思われる。しかし弛緩が極めて徐々に来る場合はどうもそうでないようである。惰性を持ったものがその正常の位置から引き抜けられて離れた時に、これをその正常の位置に引き戻さんとする力が働けば振動の起こるというのは物質界に極めて普通な現象である。そして多くの場合においてその惰性は行動であり、弾力はディスプレースメントに正比例するから運動の方程式は簡単である。しかしこの類型を神経の作用にまでも持っていこうとすると非常な困難がある。仮にあるものの変異がプラスであれば緊張、マイナスであれば弛緩の状態を表すとしたところで、そのものが何だかわからなければ、その質量に相当するものも弾力に相当するものもわかりようはない。したがってこれが数学的の取り扱いを許されるまでにはあまりに大きな空隙がある。それにもかかわらず、笑いの現象を生理的また心理的に考えるときに、この力学のアナロジーが非常に力強い暗示を持って私の想像に訴えてくる。そうして生理と心理の間の架け橋がまさにこの問題につながっていそうに思われてならない。これを一つのワーキングハイポセシスとして見たときには、そこからいろいろな蓋然的な結果が演繹される。例えば、笑いやすい人と笑いにくい人などの区別が
力学の場合の粘性や摩擦に相当する生理的因子の存在を思わせる。粘液質などという言葉が何かの啓示のように耳に響く。あるいは笑いの断続の周期と体質や気質との関係を考えさせられる。また仮に笑いが人類に特有な現象だとすれば、他の動物では質量弾力摩擦の配合が周期運動の条件を満足させないために振動が無周期的、アペリオディックになるのではないかという疑いも起こる。子供の笑いと子供にはわからない大人の笑いとの間には連続的な段階がある。A、尊厳が損なわれた時の笑い。B、人間の弱点が暴かれた時の笑いなどは必ずしもこれを悪意なシャーデンフロイデとばかりは言われない。ここにもある緊張の緩みが関係してくる。C、望みが遂げられた時の喜びの笑い。これも無理なしにここの仮説の圏内に入る。少し難しくなるのは D、得意な時の自慢笑い。E、軽侮した時の冷笑などである。しかし D には A と C の混合があり、E にはB や D の錯雑がある。F、苦笑というのがある。これは自分を第三者として見た時の A と B とが自分を自分とした時の苦痛と混合したものででもあろうか。こんな風にしてもっといろいろな種類の笑いが L、M、N という具合に導き出されそうに思われる。しかしこのような問題はもう純粋な心理の問題になって、肉体との縁が遠くなる。これは自分のここにいようとすることではなかった。この仮説は、ただ自分の奇妙な笑いに対する少年時代からの疑いを解くために考えたものである。この考えの普遍性を主張しようとしているわけでは決してない。しかしそれが少なくも多数の人に普遍なものを含んでいなければ、私はやはり安心ができない。物事を系統化することの好きな人は、その系統に入らない事実に盲目になりがちなものである。私の現在の場合にも、そんな傾向がないということは断言できない。それでこれは、まだまだ十分に考えてみなければどうなるかわからないが、しかしよく研究してみたら、いくらか物になりそうな見込みはある。読者のうちにもし専門の学者があらば、その人はこの私の素人考えを正してくれるかもしれない。もしまた素人で同じ経験を持っている人があらば、その人は同じ問題の追求に加勢してくれるかもしれない。このような考えから、私はこの懺悔とも論文ともつかないものを書いてしまった。この前編の内容が、一般の読者の笑いの対象になっても、それはやむを得ないのである。不機。この項を大体書いてしまった後に、ベルグソンの笑いという書物が手に入って読んでみた。なるほど面白い本である。この書の著者は、笑いにはすべて対象があるものと考えていて、対象のない笑いには触れていない。そしてその対象は、直接間接に人間的なものと考え、顔や挙動や境遇や性格やの滑稽になるための条件公式あるいは規約のようなものをいくつも科学的に言えばかなり大胆に持ち出してはそれを実例と対照させ説明している。それを基礎として喜劇というものが悲劇並びに一般芸術に対して持つ特異の点を論じたり笑いの社会道徳的意義を目的論的な立場で論じたりしている。読んでいるうちにいろいろな有益な暗示も受けるし、著者の説に対する一人の疑いも起こった。しかしこれを読んだために、私がここに書いたことの一部を取り消したり変更する必要は起こらなかった。私の問題は、対象なき笑いから出発して、笑いの生理と心理の中間に潜む鍵を探そうとするのであるが、ベルグソンはすっかり生理を離れて、純粋な心理だけの問題を考えているのである。ベルグソンの与えている種々な笑いの場合で、私のいわゆる仮説とどうしても矛盾するようなものはなくて、むしろこれに都合のいい場合がかなりあった。そしてこの書の終わりに近くなって、笑いと精神的の士官との関係に少しばかり触れている一節があるのを見出して、多少の安心を感じることができた。
これらの読後の感想については記したいことがいろいろあるが、このコートは融合しない性質のものだから、それは別の機会に譲ることにした。大正11年1月、思想。